勝てそう。手押し相撲、しりとりとかでいいんだよ。しりとり手押し相撲や、手押し相撲。手押し相撲は前勝ったんで、もう勝ちのままで終わる。ちゃんと本気で多分やったら、俺あれからめちゃめちゃ強くなったから。マジですよ、多分勝てない。見ますか。手押し相撲はそんな強くなることある？いや、俺なったよね。いや、なるよ。俺ごめんけど、あの必殺触覚戦法っていうのを覚えちゃったから。触覚戦法、はい、マジで俺多分勝つ。触覚戦法覚えちゃったから。何すか触覚戦法。じゃあやるか。前回は天使君が勝ってるんですね。前回俺勝ってる。はい。じゃあ、じゃあ、次。はい、次です。よしよし。プレスです。プレスです。はい、ここはですね。よし、ここでいいね。はい。スタート。大丈夫、全然大丈夫です。取れてなかったね。いや、取れてる。よっしゃ、4時間大丈夫です。はい、全然大丈夫です。じゃあ、次行きましょう。やばいっすね。何行く？俺、フィジカル強いわ。いや、フェンシング強かった。強かったね。まあ、でも、うまい。一回反則したけどね。え、でも一回この手首を押したから。まあ、それは反則だったけど。まあ、そこは、いいよ、勝ってるし。勝てばいいっす。ミクルも優しいな。今2勝1敗だから。勝てばいいっす。確かに。さすがに貸しすぎちゃうとさ。そうもう手抜いてたら分かったもん。さすがに。よっしゃさすがに分かった。じゃあ逆に吉田くんに勝てる。あ、おー、何のアスリートでもない吉田くんに勝てる。何のアスリートでもないマウントやめましょう。何のアスリートでもないマウントやめましょう。よーし。